さん、立憲民主国民社保無所属フォーラムの日吉裕太です。今日は法案の審議でありますが、後ほど私も黒川氏の件について、お尋ねをさせていただきたいと思います。まず法案についてお伺いいたします。午前中のですね、参考人への、質疑の中におきましてですね、もありましたが、この刑罰をですね、重くすること以外にもですね、さまざまな方法で煽り運転を減らしていくことができないかということでですね、教育をする、また環境を整備する、このようなお話がございました。で、ちょっとそもそも論なんですけれども、なぜこの煽り運転が起きているのか、これについてですね、何らかの分析なりをされているのかどうか、されているのであればその内容を教えていただけますでしょうか。大臣お願いいたします。はい、宮崎法務大臣政務官。午前中の質疑でもございましたが、煽り運転というものがもともとあって、それがドライブレコーダーなどの普及によって、顕在化してきたという見解もあり、また、そうではないのかもしれないというさまざまな意見があるということは委員と共有しているところではないかというふうに思っております。法務省としましてはですね、煽り運転が悪質危険なものであり許されるものではないというふうに考えておりますし、こういう運転行為に至る原因についてはさまざまなものがあると考えておりまして、正直に申し上げますと、これを網羅的に収集分析をしているというところでは、その原因等についてはですね、ないものであるから、お答えすることが現状においては困難であることはご理解いただければと思っております。はい、やはりしっかりとした原因分析があってこそ対応というのもできるわけでありますのでですね、さまざまな刑罰を重くする以外の対応、これも求められている状況でありますので、しっかりと原因をですね、分析できるように、さまざまな対応原因があろうかとは思いますけれども、それを類型化するなりしてですね、対応していただきたいなというふうに思います。で、2つ目の質問です。煽り運転の認定について、一つ事例についてですね、確認をさせていただきます。今のこの法案の審議ではですね、説明聞きますと、やはり、同じ、車線をです、同じ車線というかですね、走行車線を、2台が走っているようなケースが、例示としてよく挙げられているんですけれども、例えばですね、対向車線からですね、車が、こう走行している、自分が走行している車線の方に対向車線の対向車がですね、前に出てくるというようなことも、高速道路では考えにくいですけれども、一般道なんかでは あったりすることもありますが、こういった事例も ですね、この法律の適用の対象になるのでしょうか。教えてください。はい、小原局長。お答え申し上げます。お尋ねは、加害者車両がその対向車線を越えて、対向車線進行中の被害者車両に、センターラインを越えて対向車線走行中の被害者車両にという事案だと思います。で、そのようにその対向車線を走行してくる被害者車両に対してセンターラインを越えてその走行を妨害したというケースで、この運転行為によって人が死傷した場合でありますが、加害者車両が通行妨害目的で重大な危険、交通の危険を生じさせる速度で被害者車両に著しく接近したと認められる場合、すなわち加害者車両の方に俗入速度要件がある場合には、現行の、自動車運転致傷処罰法の2条4号の罪、これが、成立しうると考えられるところでございます。また被害者車両が重大な交通の危険を生じることとなる速度で走行している場合、俗に言う速度要件が今度は被害者車両にある場合で、加害者車両が通行妨害目的で、対向して進行してくる被害者車両の前方で停止するなど、両方の車両が著しく接近することとなる方法で自動車を運転して、したと認められる場合には、改正後の同条5条の罪が成立しうるものと考えられます。はい、ありがとうございました。今の事例でも成立するということが分かりました。そしてもう一つ、今回の改正案で、刑罰が重くなりますけれども、これによってですね、やはりこの煽り運転が減っていく、そして、これ、
確実にですね、まあ、抑止力になっているというふうな、ところについて大臣の見解をお尋ねいたします。はい、ちょっと宮崎大臣、先に私の方から入るでしょうか。先ほどもご説明をさせていただきましたとおり、まあ、煽り運転の、まあ、要するに、原因というものはですね、いろんなものがあるわけでございます。そして、まあ、煽り運転にさまざまな要因って左右されるものでありますけれども、まあ、今般の、法整備によってですね、煽り運転が具体的に、まあ、どれだけ減少するかということについては、まあ、一概にお答えすることはなかなかまあ困難であるかと思います。ただ、午前中からの質疑でもございましたように、やはり法規範には、特に刑罰法規には社会規範の形成機能がございます。そういった意味で、今回、しっかりとした犯罪類型を罪刑法定主義にも配慮した上できちっと定めるということによって、これ社会にしっかりと伝えることによってですね、こういった煽り運転というのは許されないんだということをしっかりとお示しすることによって、この煽り運転が一般予防という観点から減少していくことを求めているものでありますし、こういったことをしっかりと達成できるようにですね、政府を挙げて取り組まなければいけないというふうに考えているところでございます。はい、日吉さん。じゃあ、大臣にもこの法案への思いを、お願いいたします。煽り運転において、悲惨な死傷事故が生じておりますところから、今般の法整備をしたわけでございますので、今、政務官がお答えしたとおり、刑罰が有する一般予防効果として、自覚を促して抑止する効果もあると思いますので、これから法務省としては、新設される罰則の内容等について、広く周知をしてまいりたいと思いますし、検察当局において、適切に対処をしていくものと承知をしております。はい、ありがとうございました。適切な対処をお願いいたします。続きまして、黒川氏の件に移らせていただきたいと思います。先日も質問させていただきましたけれども、もう一度確認です。常習性、賭け麻雀の常習性がなかった、認定されなかった、これについてですね、具体的にどういった調査をしたことによって常習性が認められなかったのか教えてください。はい、川原局長。お答え申し上げます。まずどういった調査をしてという点でございますが、調査の方法はこれまでもお答え申し上げておりますが、法務事務次官において黒川氏から調査を行い、あるいはこの相手方である報道機関関係者が所属する各社が公表した内容を総合的に判断して事実認定をしております。で、常習性の認定に至らなかった理由でございます。今回は人事上の処分でございますので、人事院の処分指針によるにあるところの常習性があるかどうかということでございますが、これも従前からご答弁申し上げておりますが、これについては解釈等が示されておりません。そのため、まあ、刑法の常習性、常習賭博における常習性の考え方が参考になると考えて、判断をしております。で、この刑法の常習性についての考え方でございます。これにつきましては最高裁の判例があり、また幾多の実務の事案の集積がございます。これらによりますと、常習として賭博をしたか否かということについては、その賭博の種別種類、それから賭博の複雑性、賭場の性格規模、賭け金額の多寡、そのものの役割、賭博の相手方、あるいは営業性といったこれらの諸般などの諸般の事情を総合して審酌して判断されるべきでと言われております。そして、今回の具体的な判断でございます。今言ったような常習性についての考え方を前提といたしますと、まず調査の結果明らかになりましたのは、賭博の種別は、麻雀でございます。で、賭博の種別、複雑性について、麻雀自体は社会一般で行われている遊戯でございまして、また複雑とまでは言い難いこと、それから賭場の性格規模、
あるいはそのものの役割、賭博の相手方などについては、窮地の間柄にある知人3人と知人宅で行ったものであること、それから課金金額についても、必ずしも高額とまでは言えないこと、それから営業性もないことなどから、常習として賭博をしたものとは認められないということで、常習性要件の認定に至らなかったものでございます。委員長。はい。今具体的にそれぞれの要件について調査されたという報告をお話をいただきましたが、例えばですね、相手方なんですけれども、今回は記者とやられていたということなんですけれども、例えば大学なり学校の友人とか OB とか、または同僚の方とか、こういったことで他にもですねやってたかどうか、こういった調査はされたんですか。はい、局長。調査を行った上、ご指摘のような事実は認定、できなかったものでございます。はい。調査を行ったということで、それ以外の人と麻雀をやったことはなかった。本当ですか。こういう結論でよろしいですか。ニュースを聞き止めてください。はい、局長。すみません、ちょっとあれ、今のご質問、調査をちゃんとしたの、調査したのかという、うんうん、すみません、止めてください。虚偽答弁しましたよ。調査した結果なかったって今言いましたよ。とんでもない。調査してないってことでしょ、今。調査をしたかどうかを聞いてるんですかとおっしゃったわけで、で具体的に、今の質問者は、その新聞記者以外からも聞いてるかどうかと。なかったと言ってる。訂正はないんでしょ。はい、早期起こしてください。はい、繰り返しになっても結構ですから。はい、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 お答えの前提として、すみません、確認的に申し上げさせていただきますが、調査の結果そういった事実は認定できなかったのかというご質問だと理解をします。その上で調査の結果ご指摘のような事実は認定できなかったと先ほどお答えをしたものでございます。そうですね。はい。で確認ですけれども、そういった事実はなかった、友人なり同僚なりと麻雀を、賭け麻雀をやった事実はなかった、調査の結果なかった、確認です。はい。繰り返しでございます。調査の結果ご指摘のような事実は認定できなかったというものでございます。認定できない。はい、清さん。そしたらですね、金額の話もありましたけれども、過去3年間で、総額どれだけのですね、お金が動いていたのか、これって把握できてますか。はい、局長。結論から言いますと、過去3年間の総額という金額は把握をできておりません。ただ、繰り返しというか、これまでもご答弁させていただいていることがあると思いますが、5月1日、あるいは13日頃の麻雀におきましては、参加した者の間で1万円から2万円程度の現金のやり取りがなされたという事実、これは、調査の結果、認定されております。それから、そういったこの3年間の回数につきましては、約3年前から月1、2回程度と、そういった形で認定はされております。ただ、
今申し上げましたには、これ自体その確たる何回で1回につきもういくらいくらという厳密な認定までしてできているものではございませんので、総額ということになりますと認定はしておりません。はい、やはり総額もですね、この常習性を判断する上で重要になってくるのかなと思います。ですので、そういった調査も必要ではないのかなということを申し上げさせていただきます。そしてもう一つ、この記者と黒川さんは、利害関国家公務員倫理規定上の利害関係者に当たるのか当たらないのかという点について、これは調査を行ったのでしょうか。それで、当たらないというふうな結論になっているのでしょうか。ここを教えてください。はい、局長。調査と当てはめということで申し上げますと、相手方が報道機関の関係者というのは調査の結果でございました。当てはめとして、報道機関の関係者は利害関係者には当たらないというものでございます。はい、日吉さん。はい、報道関係者という点では当たらない、これは分かりました。他にですね、何か個別の利害関係があるかないか、これについて調査は行われましたか。局長。お尋ねはその国家公務員倫理規定を念頭において、利害関係者に当たるか否かということをお尋ねかと思います。で、そうなりますと、まず国家公務員倫理規定で定める利害関係者とは何かということでございますが、これは例えば補助金等の交付の対象となっている事業者や、立ち入り検査を受ける事業者等を指すとされております。で、具体的に検察官について見ますと、捜査を受けている被疑者、控訴の提起を受けている被告人、もしくはなどが利害関係者に当たりうるところでございます。従いまして、麻雀の相手方は報道機関関係者ということでございますので、この国家公務員倫理規定の見地から見て、利害関係者 には当たらないという判断をしたものでございます。はい、はい、分かりました。利害関係者には当たらないという判断の中で、ハイヤーの問題についてお伺いいたします。これは、このハイヤーは、この記者のために、用意されたハイヤーなのか、そもそも、その新聞社として、ずっとですね、全体で契約している中で、たまたまこの新聞、この記者がですね、そのハイヤーを利用したのかって、これどちらなんでしょうか。はい、局長。お答え申し上げます。私どもの調査結果では、記者、この調査結果の報告の書面では記者 B としておりますが、記者 B が手配したハイヤーという形で認定をしております。ただ再三お答え申し上げてますとおり、取材行為に当たりうる可能性があるということから、報道機関側に対する聞き取り等を行っておりませんので、そのハイヤーがどういう形でその当該報道機関において、委員のご指摘のような観点から手配したものであるかどうかということは確認はできておりません。委員長。はい。記者 B が手配したハイヤーということです。で、記者 B が今帰宅するときに黒川さんが同乗されたということなんですけれども、その記者 B が戻る家に戻ったかどこは分からないんですけども、行く目的地と黒川さんが行く目的地っていうのは同じ方向だったんですか、それとも全然違う方向だったんですか。はい、局長。お答え申し上げます。今委員ご指摘のそのルート、これは必然的に黒川氏のや記者の自宅の所在地という問題にありますが、黒川氏等のこのルートを明らかにすることは、黒川氏等の自宅の所在地を推知、推し量って知ることということになりかねないものでございまして、プライバシー保護の観点からお答えを差し控えさせていただきます。はい、日吉さん。
じゃあ、仮に、黒川氏の、自宅まで、遠回りしていくようなことがあった場合に、これはハイヤーの追加料金というのはかかるんですか。はい、局長。お答え申し上げます。先ほどお答えいたしましたとおり、この、記者 B、 私どもの調査結果では記者 B が手配したとなっておりますが、記者 B が費用負担するのか、所属する報道機関が費用負担するのか別にして、どういうその何て言いますか、ハイヤーとの契約内容になっているかということは、私どもとして確認をできておりませんので、今、その追加料金が発生するかどうかということについて、お答えは、その点は判明していないところでございます。はい、そうしますと、こちらの検討結果、5月21日の検討結果に追加費用が発生した事実も確認できないことからって書いてあるんですけれども、これ、調べていないのになぜ確認できないっていう、追加費用発生してないという結論になってるんですか。はい、局長。お答えを申し上げます。今ご指摘をいただいたのは、職責についての検討結果の方だろうと思います。確かに委員ご指摘のとおり、追加費用が発生した事実も確認できなかったと、まさに発生していないと認定もしなできないし、発生したとも認定できない、ただ、これ、黒川氏に対する不利益処分をするという関係でございますから、不利益処分となる根拠事実につきましては、不利益処分をする私ども、役所の側において、立証する責任がございます。そういったところ、調査の方法につきまして、先ほど来申し上げている手法を取っていることもありまして、発生した事実が積極的に確認できないということで、ここについては確認できなかったという形で記載をさせているところでございます。はい、それは調査が不十分だということなんじゃないですかね。この国家公務員倫理審査会がですね、公務員事例研究用事例集というのを出されているんですけれども、そこの56ページにですね、職務として利害関係者を訪問した際に、公共機関がなくてですね、一緒に自動車を利用するということは、こういうことはあるでしょうということなんですね。でもここでいう自動車というのは、日常的に使用している車用車であって、職員のために用立てたタクシーやハイヤーはこれには該当しないということになっておりまして、追加費用がですね、発生するようなものというのは、やはり倫理規定に違反すると、これは利害関係者という前提がありますけれども、この同じくですね、共接待、財産上の利益というようなですね、こういった観点からはですね、同様に解釈できるのかなというふうに思うんですけれども、そういった中で、やはりこのですね、この黒川さん、送迎に対してですね、やはり調査が不十分なんじゃないかなと思っています。これについて追加の調査を行うべきじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。はい、川原局長。今、追加の調査がということで、その前提として、今、その国家公務員の倫理規定の関係をおっしゃられまして、委員もご指摘されたところでございますが、利害関係者かそれ以外かというのは根本的に違うところでございまして、利害関係者に該当しないものの場合については、社会通念上相当と認められる程度を超えるかどうかということでございまして、利害関係者とは相当取り扱いが違うところでございます。まずその点を私ども調査、それから職責の検討にあたって、念頭において当然行っておりまして、その上で、従前から申し上げておりますとおり、処分に必要な調査はもうすでに行っていると、理解でございます。はい。でも、そこの追加費用が発生したか発生してないかというのは、調査してないから、してないとおっしゃられたじゃないですか、で、認められなかった、してないからそれは認められないですよ、だからそこを調査するべきじゃないですか。はい、局長。お答え申し上げます。繰り返しになりますが、報道機関側に対する調査につきましては、取材活動に関わること、可能性があるということで差し控えたものでございます。その結果、不利益事実の積極的に認定に至らなかったというものでございまして、必要な調査としては行ったと認識しております。はい。
大臣、もう一度調査する意思ありませんでしょうか。はい、黒川氏の処分を決するにあたり必要な調査を行ったものと認識しておりまして、再調査の必要はないと考えております。委員長、時間が来ましたので終わりますが、はい、今申し上げたようにですね、調査不十分でありますので再調査をお願いして私の質疑を終わります。ありがとうございました。ちょっと先止めてください。即起こしてください。次に稲富修司さん。